チーフ、誰も知らない凡人ことイカレタコスケです。今回ご覧の通りグフ VD かなりの狂気体とお見受けいたす。なんと緊急回避が2つもついちゃっている上にかっこいい横腹ゆりが敵をみなぎりにみなきりつけるという触れるものをみなきりつけるグフ VD としてここの砂漠で圧倒的辻斬りをやらせていただこうという魂胆よと、ね、てなわけでね、とりあえずねちょっとまだ時間が時間なんでね、44で行かせていただこうと思います。やっぱり見せさせてあげましょうか。切るぞ。切っていくぞ。盾持ち、バズ持ち、マシンガン持ち、緊急回避レベル2持ち、特殊モーションの下角 N 角持ち、そしてヒートロッド持ち。これで弱いわけがあるまいて。では行こう、ジークジオンだ。さあ行くぜ、楽しく行こうぜ。さあまずグフバレンタインデーの性能を見せるために、ああ見つかった、あいつはなんだ、あいつは支援だ、あいてまずはお前からだ。この私の下角、この私の下角、この私の下角が伸びる。下角が伸びるんだよ。この下角は今日ではなく中でしたね。だがしかしいいのか、いいのか。おお下角、おお届かない。あったらね、この鞭を、愛の鞭を、愛のバレンタインデー鞭を食らうがいい。おれー当たっちまった。下角決まり。気持ちがいいぜ、ね、気持ちがいいぜ、ね、この下角よ。 EG8 でみんな知っているだろう、移動する下角の恐ろしさってやつをよ。ほらそしてこっからタックルが出ちまうんだ。こっからタックルがよ、行くぞ。次下角、そうしてもね、下角は2段ヒットですからね。いいぞいいぞ、下角2段ヒットに強力剣持ち、弱いわけがあるまい。おお、どうした、緊急回避タックル緊急回避タックル強い、緊急回避からのタックルがとっても強いです。さーて次は、そうバズーカもあるから、ただね言うなれば、おっと貴様かー、この上フリート回、さて汎用の仕事をしに行こうとしますかね。まあちょ足が、うん、これでもねスピード125あって、おそらく地上適性もついてると思うんですけど、まあ、そんなにあんな足が速い感じしないですよね。まあ、実際速いんでしょうね。まあでもさておきよ、そんなことどうでもいいんだ。まあ私はね汎用として、汎用の仕事をこなすためにまあ、このね VD で出てるわけですから、ちゃんと汎用の仕事をしなければいけないんだ。まあ汎用の仕事、それはねポイントを稼ぐことですよ皆さん。汎用としてポイントを稼いでいく、それがグフ VD を当てた者の使命。さっき冷めたスニッカーズのかけらが。さあいきますよ、このグフカスタム、いや違う、グフ VD をちょっと今ナイフで切ってしまいましたが、グフ VD の壁越えられるかな。んどうですか皆さんは、後ろに下がるしかもうあとはありませんよ。さて、ああ、あと奥からバズーカ撃っちゃうか、当たっちゃう、いいやるか、この緊急回避2つ持ちだよ。おお、かっこいいな、カメラマンです。これ敵をやられてんの味方じゃねえか、やられてんの味方じゃありませんかい。当たるか、当たれ、当たんない、だがよ、だがよ、こっちとか緊急回避レベル2が、ある時もあるんだぜ、いてやべえ、40爆弾をいつの間にか解除しやがったか、忍者でもいるのか。じゃあよ、じゃあよ、
やっぱりこれやっぱボーマーを狙うってのはよ、やっぱりよくねえんだ。前線が崩れちまってよ、味方がボンボン落とされちまうからよ、点数だな、どんどん下が。こんにちは。おお、何貴様、俺の下角を食らうがいい。あらぬ方向で、あー、まずい、まずいよ、いいよ、ちょっと待ってください、待ってください、大丈夫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 。おっとっと、強襲なのに汎用に絡むとか地雷ですか。うん、地雷ですかって聞いて、いい、いい、やばいよ、やばいよ、やばいよ、これやばい、足が、だが、だがしかし、大丈夫、大丈夫、頑張れ、大丈夫、落ち着いて、うわぁ、あぁ、勝ったぞ。逃げろ、ああまずい、やばい、やばい、ちょ待って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 、危ねえぜ、どうした、うん、ビビっちまったか。という作戦だったのさ。そう、私に釣られたイフリート海のおかげでこちらの前線は盛り返してきている。そう、奴がどうやら向こうの前線の要だったようだな。まんまとこの VD に釣られよってからに、さあこっからはしっかりとカッコつけてる。 VD ちゃん切っていくよ、 VD ちゃんじゃないよ、おー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 、切っていく、切っていくぞ。爆炎から失礼します、タッキーで飛んでたします。追撃しにくいんです、かっこいい、かっこよくよ、かっこよくよ、かっこよくよ、任せておけ、この VD に、この VD が負けるわけが、あーくそー、出してた、そしてあの物陰からの奇襲を見抜くとは。ここにもエースがいたか、2対1女王と3対1帰ります。さよなら。僕はそういう期待じゃないんです、4と1だと、ちょっと待って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 、お、俺を守ってくれるのか、俺を守ってくれるのか、待って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 、これ死んだら地雷、死んだら地雷だ、助けて、命乞いします、助けてください、土下座します。出れるか。24秒、頑張れ、頑張れ、どうして、どうしてだ、俺は新機体であるグル VD に乗っているはずだ、今ちょっと目が馳せていたい。よし、あと10秒で、10秒で敵を落とすだけだ、簡単な仕事のはずだ、固めでもやれる。そう、さっき当たった眼帯を手に使ってるからな、固めでもやれるはずだ、クラ。はい、お疲れ様です、ジクジオンです。惜しかったな、こんなに汚れちまってよ、すごいな、人通り、人誰か総取りじゃね、これ、ちょっと目が今見えないけど、今回の戦闘方針、プレイ第一戦お疲れ様です。イエーイ、日課が終わったぞ。さて続いてはジムホワイトリンゴ使用、場所は当然墜落跡地、そして武装は当然ジムホワイトリンゴ仕様であったら、まあ、当然みんなロケットランチャーだよね。作戦スタートです。ロケットランチャーの方がお世話になってるからね。ジークジオン、さあ行こう、墜落跡地だ、イエーイ、懐かしいね、懐かしいぜ、当然もう全然もうね、支度型ビームライフル、あれ試作型ですよ。そんな危ないものをね、まっとうなパイロットが担ぐわけがないんですよ。全然出てないとかそういうわけじゃないんですよ。そうですよ、危ないから。とりあえずこいつは何を、どういう機体なんでしょうね。さ、軽く触ったところ、まあ普通のジムだということがね、判明していますが、それ以上の性能を実は持っているんではないのか。緊急回避がレベル2、もちろんレベル1だ。これは収束ビームライフルないとワンチャンないのか。だがよ、HP は 14,250 ある。350にして、当然前に出ていく。あれ？お、くらえ、届かなかったな、と。いやー、痛い。あ、でも割と硬い。
割と硬いですね。ああどうしますか、この鉄壁のシルバーボディに傷をつけられますかね。なんで無敵に無敵に攻撃しちゃったんですかね。ああ、貴様はなんだ、なんかモビルガンダムカラーをしているが、お前もジムホワイトディンゴではないのか。違うのか、あんなんだ、ジムだらけで。もうなんだかよくわからんな。さあそこでよろめいているやつにとどめを刺していこうと思います。あれちょっとどうして、ああ、まだだ、ホワイトディンゴなんだっけ、ファング A、 ファング本陣だからファング B、 出る。そこが激しく戦闘しているな。私が来たからにはもう安心だ。さあさあとどめを私に渡して、縦になりつつとどめを私に、ちょっと待って待って、なんで急に俺狙われてる、待って、私は違う、私は違うよ、そんじゃないんだ、私はファングビー、そこだ今のは威嚇だ、次は当てる。そうタックルは味方機が撃破されました。どうやら私に気づいた化け物がいるようだな。お前はどうやら気づいてしまったようだな気づいてしまったようだな、私の計画に。そうミディアに毒ガスをぶちまけに、この私の計画に気づいてしまったら、どこだ、やつはどこだ、危ない、私がニュータイプでなければ当たっていた。何、それがマニバーだ、くそ、手は足を出ないというのか、こらだが、しかしまだだ、まだ終わらんよ。モビルスーツってのはな、人命より軽いんだよ。ファングビー、このまま敵をかく乱し、さあもう一度だ、ファングビー出る。そうか、ここがあのかの有名な、こっちじゃねえ、こっちは味方の軍のミディアだ、こっちがあのかの有名なあの墜落跡地、コロニーが落ちたことによりたくさんの命が失われたと言われる観光名所か。これは聖地を巡らねばでござるよ。おっと、なんと敵が、皆さんお客様が大量に物を捨てたりしておる。これは全力で、よいしょ、ゴミを捨ててはいけないでござる、ゴミを捨てたらいけないでござるよ。あいてだが大丈夫、キック回復、浮いてあ、なんなんだこれが、墜落跡地か。ファングビー冷静になれ、了解。あー、ここだ、ファングー、冷静バズーカ、冷静タックル、そして下がだがよ、シールドが得られ、やばい、まずい、あ、ファングビー了解。というわけで、そろそろこのモビルスーツの真の性能をな、見せる時が来たようだ。このモビルスーツにはなんとバズーカとビームサーベルと、危ない、緊急回避、はい、へい、へへへ、当たりやしねえ、ドアだがそっちも当たらなかったら残念無念です、あぶくっそ、出してやらせん、よーし、刻んでやるぞ、うかつな下角よ、飛び出す飛び出す、何双子のような動きをしよってからに、あのガンダムカラーじゃない、あれどこカラーのジムかわかるんだ、量産か、そこですよ、ちょっとストライカーズさんにお尻が丸見えですよ、トリーもらったぞ、いい蹴りだろう、待て、バッ、ここには来るぞ、逃げろ、空が落ちてくる、赤空が落ちてくる、あばば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 ば
惜しくない。あ、ラスト1分ファングビー最後の戦闘に出る。これまでみんなよく戦ってくれた。
戦争はこれで終わる。なるべく敵にも被害を出さず、死者を出さずにこの戦闘を終わろう。そうすればかえって家族の顔を見れる人間が増えるってもんだ。戦争が終わったら例の居酒屋で全員にドンペリを置く。ちょっと待って、待ちなさい待ちなさい、待て待て、なぜだ、どうして、どうして私を撃つ、なぜなんだ。英雄を生かしては返さないという連邦の汚いやり方というわけか。こいつはラスト3秒にして敵と味方に挟まれちまったな。トラブっちまおうぜ。いやいや、ほれ。はい、まあ特にどうということはなく普通に終わりました。お疲れ様です。うん、いい墜落跡地だった。まあ強いて言うことがあるとすれば、まあ普通のジムだな。お疲れさんです。うん、普通のジムだ。支度ビームライフル降ってこないかな。お、はい、お疲れさまでした。